ディビドハブは中国のフェンタオソフトウェア DVD ハブソフトウェアによって開発された DVD やブルーレイディスクをリッピングバックアップするためのソフトウェアである。2018年10月現在中国製品版の利用にはウェブ上で購入した製品を登録しアクティブ化する必要がある。ライセンス情報にアカウント情報が記載されれば製品版の利用が可能。 2018年10月より支払いが各国に応じた決済方法に対応したため中国国外でも製品版の購入が可能になった。日本では2012年6月20日に DVD などに用いられる CSS などの暗号型技術を著作権法上の対象となる技術的保護手段に追加する DVD のリッピングの違法化を盛り込んだ。 著作権改正法案が可決されている。これに伴い、CSS 等の保護技術を回避しての DVD のリッピングは、私的複製の対象外となり、違法行為となる。CSS を回避する、プログラム、装置を提供することについても規制され、刑罰の対象となる。その一環として、2015年3月20日より1、カ月間、サラリーマン山崎茂と、 日本映像ソフト協会のタイアップにより、アンチリッピング防止を呼びかけるキャンペーンが実施された。従って、アマゾンより発売されているパッケージ版は、CSS と解除機能は搭載されていない。平成24年通常国会著作権法改正等について文化庁の見解。文化庁、2012年7月13日閲覧。ありがとうございます。